ああ、もう今日ね、出かけた帰りにうっかり電車で寝過ごしちゃって、失敗しちゃった。目が覚めたら行ったことのない駅だったの。へえ、そんなに眠かったの？ちょっと食べ過ぎちゃったかしら。ああ、お母さんだけ何か美味しいもの食べてきたんでしょう。ずるい。大人には付き合いというものがあるのよ、花子。でも一緒に行ったのは学校のママさんたちよ。たまにはそういうこともしておかないとね。花子がお世話になってるし、学校での出来事も情報交換できたし。おお、そうでしたか。すみませんな、娘のためにわざわざ。いえいえ、おしゃべりできて楽しかったし、無事に帰ってこれたし。では花子、おねんねです。今日は都市伝説でどう？日塚駅、須高駅。俺が体験したことなんだが、話してもいいかい？1月に俺の所属する剣道教室の鏡開きがあって、西武新宿線の終点、拝島駅に行ったんだ。まあここまでは何も問題なかった。普通に稽古をしてみんなでお餅を食べて、午後2時くらいに解散したんだ。ここからが問題だ。俺の自宅は鷺宮駅っていうところで、終点から鷺宮駅までって結構時間がかかるんだ。昼間教室で小学生の相手をしたり稽古をしたり餅をついたりしたから、疲れて電車の中で眠ってしまった。そして不意に目が覚めた時、知らない駅に電車が止まっていた。俺は高校時代からこの線を使っているのに、聞いたこともない駅だ。しかも普段混雑とまではいかないものの、結構人は乗るはずなのに他に誰も乗っていない。駅の表示を見ると、駅名のところには日塚駅と書かれていた。あれ？これもしかしたら異次元の駅じゃね？前に如月駅の話を見たことのある俺は興味本位で降りてみた。すると、なんていうか、もう駅が真っ白だった。いや、きっと駅だけが真っ白なんじゃなくて、あの世界が白かったんだと思う。本当に色がなかった。唯一色があったのは駅名の黒い字だけ。降りてから3分後くらいかな、電車が急に行ってしまった。もしかして取り残された？俺もう帰れないんじゃないの？急に恐怖心が湧き出てきた。だって普段どの駅からも見えるはずの外の景色が真っ白で見えないし、改札への階段もない。そして誰もいない。やべえよ、俺このままここで死ぬのかな。降りなきゃよかった。ホームの椅子で頭を抱えて途方に暮れてたら、突然なまった言葉で話しかけられた。あんちゃんなぜした？見ると5、6歳くらいの男の子か女の子、どっちかわからない着物を着た可愛らしいおかっぱの子がいた。人を見つけた安心から泣きながら今までの経緯を話すと、いろいろ教えてくれた。その内容というのが、本来ならばここは絶対に入ることが許されない場所である。あのまま電車に乗っていた方が危なかった。ここで降りてよかった。市の一歩手前でこの駅の次にもう一つ駅がある。そしてその子は俺の味方だって。全部話し終わった後、あんちゃんまだ全然運を使ってね。それで返してやる。でも次はねえと思え。私の力じゃ一回が限界だ。次送られたら〇〇様に頼れ。あとそれもらうど。〇〇様っていうのは何て言ったのか聞き取れなかった。そう言われた後、気がつけば俺は電車に揺られていた。戻ったのは降りる前の同じ車両の同じ席。でも隣の人は別の人になっていた。誰もびっくりしてる様子はなかったから、多分急に俺が現れたわけじゃないと思う。鷺宮駅の2つか3つ前だった。あれは絶対に夢じゃなかった。気がついた時は目を覚ますような感覚じゃなかったし、それにずっとかぶっていた俺のニット帽がなくなっていた。あとそれもらうど。もらうって帽子のことだったのかな。自分と似たような経験してる人がいるみたいだよね。無事に帰ってこれた今となってはいい経験になったのか。もう当分電車で寝ることはないだろうけど。日塚駅のお話でした。
へえ、話し方かわいいね。ちょうだいをもらうとって言うんだ。この子とお友達になりたい。あなたもデシデシ言っててかわいいわよ。花子のは方言じゃなくて口癖だけどね。ふふ、花子語。そしてまた別の駅のお話もありますよ。不思議なスタカ駅のお話です。京都駅から JR 線に乗っていた時です。長岡京で降りようと思っていたのに寝てしまって、起きたらちょうどドアが閉まって長岡京を出発するところでした。乗り過ごしてしまい、仕方がないので引き返そうと次の駅で降りたんですが、あれ、こんな駅あったっけ。そこは寂れた無人駅でした。駅員さんもいないし、街灯はついているけど薄暗い。印象的だったのは、改札を出たところにある大きな鳥居。久しぶりに京都線に乗ったけど、しばらく来ないうちに駅が増えたのかな。そして電車を待ったんですが、いくら待てども来ない。携帯で電車の時間を調べようとしても電波が悪くて繋がらない。そして駅構内には時刻表が見当たらない。ちなみに看板に書いてある駅の名前はスタカ。私と一緒に電車から降りたおばあさんがまだ駅のベンチに座ってたから声をかけたんです。すみません、次の電車の時間ってわかりますか。そしたらおばあさん、じきに来ると一言。お礼を言うと、玉姫が泣いてるからゆっくりしてきって。他にもおばあさんは不思議な言葉を使っていたのですが、ウコンの力は終わりの国は捨てろ、長兵衛、玉姫、槍、ゆすど、十兵衛。おばあさんの話はすごく聞き取りづらくて、ところどころのワードしか思い出せません。ボケてるのかなと思いつつ、とりあえず相槌を打ちながら聞いていました。しばらくすると、小学校低学年くらいの子供がやってきて、こっち見て手を振ってすぐにまた出て行きました。その時にその子が何かを落としたので拾いに走ったんですが、拾って顔を上げた時にはもういませんでした。落とし物は竜か蛇かが刺繍されたお守りでした。どうしようかな。するとおばあさんが私に手招きして、渡しとくからバンバに送れ。もしかしてあの子と知り合いなのかなと思って渡しました。多分この辺りのタイミングだったと思うんですが、それまで遠くで聞こえていた牛の声のような音が近づいてきました。そしていつの間にか近くの山にはポツポツと明かりがついていました。提灯みたいなものが一定の間隔で並んでいます。おばあさんはお守りを受け取ると駅から出て行ってしまい、それと入れ違いにお守りを落とした子が来たんですが、さっきお守り落としたでしょ、おばあさんに渡しておいたよ。そう言ったら何とも言えない嫌そうな表情になったので慌てて謝りました。渋々ながら許してくれたような感じでしたが、その子が私の手を引っ張ってきました。それでその子についていくと駅の外に出ちゃったんです。いや、私電車待ってるから戻らないと。電車来ない、こっち行って。道を指差し、さらに私を引っ張ります。子供なのに力強いなぁと思いながら、引っ張られるがままに小走りでしばらく進んだんです。民家や電柱が並んでいるけど、どこも薄暗いし、なんだか古ぼけた感じ。何分か歩き進むと橋に着きました。戻っちゃダメだよ、バイバイ。そう言ってその子はどこかに行ってしまいました。ここまで引っ張ってきておいて放置と、ちょっと憤りながら橋の向こうの明るい方へ進んでみたんです。そしたらだんだんお店とか見えてきて、最終的に阪急の長岡天神駅に着きました。その後は動揺しつつもちゃんとお家に帰れたんですが、家に帰って調べたけどどこにも乗ってないんです。スタカ駅なんて存在しませんよね。はい、おしまい。異世界に迷い込む電車のお話はどれも似たようであって、それぞれ少しずつ違うエピソードなのが面白いですね。
いくつも報告のある異世界駅の周辺にはそれぞれ全く別の町があるからこそ、そこに住むであろう登場人物も全く違うのでしょうね。今後どんな駅がどこに現れるのか興味深いです。ではおやすみ花子。皆さんも良い悪夢を。